どうもこんにちはです。今日はですね、ウェアハウスロット2002WX セカンドタイプアーリー 1960s ペーパータグを紹介したいと思います。私がこのアイテムのことについて少し話した後にコーデを1パターンと38、40、42のワンウォッシュじゃなくノンウォッシュになってしまうんですが、そのサイズの3サイズを、ね、着用しサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上に、リンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。また当店はですね、神奈川県小田原市にお店を構えております。ぜひ小田原に遊びに来た際にはお立ち寄りください。皆様のご来店心よりお待ちしております。では早速行ってみましょう。はい、今回紹介するロット 2002WX セカンドタイプアーリー 1960s、ペーパータグなんですが、私のチャンネルでは、ウェアハウスアイテムの G ジャンですと、ファーストタイプをセレクトしていたこともあり、まだまだねセカンドタイプっていうのはね取り扱ったことがないので、ちょっとこちらの本ですね、2冊の内容をね参考にしながらね、お話を進めていきたいと思います。まずはですね、商品名であるセカンドタイプアーリー 1960s ペーパータグということなので、1960年代初期頃の紙タグのアイテムということになるんですが、セカンドタイプで紙タグの使用のものは1955年頃から1961年の間に制作されていたものを指し、そしてそれをね後期型とも、言われている、呼んでいるそうです。そして、はい、今回のウェアハウスが作る企画はその後期型の中の60年から61年の1年間の間頃に制作されたアイテムの再現になるということになると思います。はい、前々からね、感じていましたが、ウェアハウスは年代が細かい、企画をね打ち出してきてますよね。そんなねアーリー、1960s ペーパータグのディテールをね少し見ていきましょう。後期型と言われる分かりやすいディテールだと、この腰帯の部分ですね。前期型との違いはステッチが両方ともチェーンステッチになっているということです。前期型ですと腰帯のステッチは上がチェーンステッチで下がシングルステッチなのに対し、後期型はね上下ともにチェーンステッチだというところ。そして今回の企画の糸のカラーは上下オレンジの色の糸を使用しています。後期型の中にも上が黄色で下がオレンジの糸を使用した個体も存在しているようです。はい、で続いてはね前立ての部分なんですが、フロント第2ボタン左横のステッチが上部から途切れることなく縫い切られているところ、はい、首元から裾まで一気に縫製されているっていうことになるんですけども、ここの部分画像でねうまく伝えられるか少し不安ですが、後期型以前の、個体を見ると第2ボタンのところまで、縫製が止まり、そこからまた、縫い始めでストにかけて、縫いが始まります。はい、何度も言いますが本当に細かい細かいですよね。私だけの話であれば絶対ね見落としてしまいそうなディテールかなと思います。はい、でそして最後なんですが、フラップポケットの缶抜きの部分ですね。本の中ではですねオレンジ色の糸が使用されているとね、明記されていたんですが、ウェアハウスが今回作る、この企画は黄色の糸を使用していると思います。はい、このね G ジャンは割合としてはオレンジの糸が、多いんですが、ところどころね黄色の糸を使用されているのが今回のアーリー 1960s ペーパータグになります。はい、同じね後期型の中でもディテールが微妙に違う個体が存在しているのかなっていうふうに私は見て取っているんですけども、やはりね、どの年代も、その時
変わらないんですね。まあ、対戦モデルとかもね、結構、ね、ディテール違うじゃないですか。はい。まあ、どの年代もね、その時とね、やっぱ変わらないっていうのが私の感想です。はい。まあ、またね、この微妙な違いがやっぱ面白いところではあるのかなというふうに思うので、ぜひこちらのね、アイテムもね、チェックしてもらえたらと思います。はい。そんな感じで、続いてはね、コーデとサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。はい、まずは38を着てみました。こんな感じです。はい、38の、寸法と私のスペックはこちらに載せておきます。はい、で38の、着用してのレビューなんですけども、今ね、ノンウォッシュの状態なので、まあ、はっきりとした形っていうのをお届けできなくて申し訳ないんですけども、一応今現時点でのね、寸法というか形をお届けできたらなと思います。はい、袖丈に関してはもうすでに、手のひらにかかっている状態、指が少し見えている状態なので、まあ、かなり長いなっていうふうに思います。で肩に関しても少し落ちている状態です。で身幅は多少ゆとりがあるっていう感じで、そこまであのすごい大きいっていう感じではないです。で丈感、はい、こんな感じですね。はい、で今私、T シャツ1枚下に着ているだけなので別にそんな窮屈な感じはしないです。はい、まあ、なのでこれ、まあ、ウォッシュかけると、まあ、ちょうどいいサイズぐらいになってくるのかなっていうふうには思います。はい、まあ、おそらく私の体型だと38あたりをチョイスするのがいいのかなと思います。まあ、どのように着たいかにもよるとは思うんですけども、まあ、私 S2000XX レッドストックブルーの S2000XX は36を着用して結構タイトめに着ているんですけども、まあこれに関しては全然38でも多分着れるサイズだなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて40いきます。はい、続いては40です。こんな感じです。はい、40はですね、まず袖丈からいきます。もうすでに、指すら出てない長さになります。なのでやっぱり袖丈とかは長い設定ですね。はい、これウォッシュしたとしてもどうでしょうかね、まあ、手のひらの真ん中ぐらいまで来るのかなっていうふうに思うんですが、ちょっとそれでも長いのかなというふうに思います。で肩に関しては、かなり落ちた状態です。はい、で身幅もねやはりゆとり出てきてますね。ここら辺はかなりゆとりが空白があるのでかなりゆったりしていると思います。で丈に関しては、まあ、やっぱ割と長めな設定なのかなというふうに思いますね。まあ、もう少しでねお尻にかかるぐらいの長さになっているので、はい、40だとね少しゆとりはあるって感じです。でウォッシュかけてどうでしょうかね、少し大きめに着たい方であればもしかしたらこの40っていうサイズでもいけなくないのかなっていうふうには思います。私のような体型でも、まあもちろんね私のような体型よりも大きい方がジャスト目で着るならこの40をチョイスするのがいいのかなっていうふうに思うので、まあ、少しでもね私が40を着るとこんな感じっていうので少しでもねイメージができればなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて42いきます。はい、続いて42です。こんな感じです。はい、42ですとかなり大きくなっているので、まあ、間違いなく私より体型が大きい方が着るサイズ感なのかなというふうに思います。もう袖に関しては、指出てないですしかなりね指もね
かなり、なんでしょう、指出てるからの、余ってるのもかなり長く出てるので、相当長いです。これ詰まったとしても全然僕の袖にはね合わない長さかなというふうに思います。はい、まあ、全体的にやっぱ大きいですし、まあ、肩はもちろん落ちてます。はい、で身幅、丈感もまあかなりゆとりがあるので、ウォッシュをかけたとしてもね、これはやっぱ大きいサイズかなというふうに思うんで、まあ少しでもね、まあ、あんま参考にならないかもしれないんですが、少しでもイメージができればなと思います。はい、そんな感じでついて3サイズまとめた動画を流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にリンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。今回と同じ動画構成で、まあ、当店が扱っている別の商品も紹介していますので、終了画面の再生リストからご興味あるものがありましたらね、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。